まずは僕からです。先輩だからって手加減しませんよ。当たり前だろ、後輩に手加減されたんじゃカッコつかないしな。お前強いのか？兄貴、油断は禁物だ。ソラノは2年の中でもブルー寮のエースザウルス、実力は相当ドン。そいつは楽しみだ。十代先輩、よろしくお願いします。行くぜ、デュエル。俺のターン。俺はダンディライオンを守備表示で召喚、そしてカードを伏せてターンエンド。僕のターン。十代先輩、僕は今日のためにあなたを研究し尽くしてきた。さあ、どんなデッキかお手並み拝見だぜ。僕はホルスの黒炎竜レベル4を召喚。ホルスデッキか。さらにマジックカードレベルアップ。ホルスの黒炎竜レベル4を墓地へ送り、レベル6に成長させる。現れろ、ホルスの黒炎竜レベル6。行け、ホルスの黒炎竜レベル6。ブラックフレーム。この瞬間、ダンディライオンの効果発動。ダンディライオンが墓地へ送られた時、フィールドに綿毛トークン2体を守備表示で特殊召喚する。僕はカードを1枚伏せる。このターンのエンドフェイズ、ホルスの黒炎竜レベル6の効果を発動。ホルスの黒炎竜レベル6がモンスターをバトルで破壊した時、ホルスのレベル8に成長する。現れろ、ホルスの黒炎竜レベル8。ホルスの黒炎竜レベル8の最大の能力、それはマジックの発動と効果を無効にし破壊することができること。マジックカードの融合を中心とした10代先輩のエレメンタルヒーローデッキにとって、僕のホルスデッキとの相性は最悪。負けませんよ、10代先輩。俺のターン、ドロー。クロスポーターを守備表示で召喚。そして俺はマジック発動、エマージェンシーコール。デッキからエレメンタルヒーロー1体を手札に加える。無駄ですよ、10代先輩。ホルスの黒炎竜レベル8の効果発動。レベル8がフィールドにある限り、マジックの発動と効果を無効にし、そのカードを破壊する。それは読めてるぜ。俺は墓地のマジックカードをゲームから除外し、マジックストライカーを特殊召喚。マジックストライカーを呼ぶためにわざとエマージェンシーコールを破壊させたのか。マジックストライカーは相手プレイヤーに直接攻撃が可能。引け、マジックストライカー。ヒットストライク。気が抜けないな。セカードは何だ。僕のターン。僕は手札から守備封じを発動。このカードは相手フィールドの守備モンスターを攻撃表示にする。僕が攻撃表示にするのは綿毛トークン。綿毛トークンの攻撃力はゼロ。僕は攻撃力3000のホルスの黒炎竜レベル8で攻撃する。トラップ発動、シークレットミッション。相手モンスターが攻撃してきた時、相手プレイヤーのバトルフェーズを終了させる。甘いですよ、10代先輩。先輩がトラップカードを使ってくることは計算のうち。僕は永続トラップ応急のお触れを発動。このカードがフィールドにある限り、
このカード以外のトラップの効果を無効にする。よってシークレットミッションの効果は無効となりバトル速攻。いけポルスの黒煙竜レベル8。ブラックメガフレーム。やるな兄貴。僕はさらに手札から永続魔法封印の陣を発動。自分のターンにドローする代わりに墓地にある封じと名の付くカードを手札に加える。やった。これで次のターン僕が守備封じを使えば勝ちは決まりだ。すげえ。マジかよ。ソラのやつ勝っちまうぜ兄貴。それはどうかな。確かにマジックカードを封じるポルスデッキと俺のエレメンタルヒーローデッキの相性は良くない。だが俺のヒーローデッキも以前とは比べ物にならないくらい進化してるぜ。今それを証明してやるぜ。俺のターン。俺はクロスポーターの効果でマジックストライカーを墓地に送りネオスペーシアンフレアスカラベを特殊召喚。クロスポーターと綿毛トークンを生贄にエレメンタルヒーローレオスを召喚。新たなエレメンタルヒーローの力コンタクト融合の前にはマジックカードの封印は無理だ。フレアスカラベレオスコンタクト融合だ。フレアネオスの攻撃力はフィールドのマジック・トラップカードの枚数かける400ポイントアップする。黒煙竜の攻撃力を上回ったぞ。いけフレアネオス。アンツーラッシュ。制限はなくなったぜ。速攻魔法コンタクトアウト。このカードはフレアネオスのコンタクト融合を解除し素材となる2体をフィールドに特殊召喚する。これで俺はまだ2体での攻撃が可能だ。フレアスカラベの攻撃力は相手フィールドのマジックトラップの枚数かける400ポイントアップ。フレアスカラベダイレクトアタック。